第4回戦艦ヤマト沈没から75年その4最終回誰がヤマトを作ったか戦艦ヤマト沈没から75年と題したシリーズの最終回ですその1からその3までの3回を通してさらば宇宙戦艦ヤマトが戦艦ヤマトの沖縄特攻をモチーフに戦後33年目の 1978年から先の大戦を振り返った作品であるということをご理解いただけたと思いますその4最終回ではこの作品の制作者に光を当てていきます「宇宙戦艦ヤマト」は1974年10月のテレ,ビテレビシリーズの始まりから1978年の映画「 さらば宇宙戦艦ヤマト愛の戦士たちに至るまでプロデューサー以下監督脚本家その他非常に多くのスタッフによって制作されていますがそのうちの誰がさらば宇宙戦艦ヤマトを特攻主題とした作品へと牽引したかを探ります。 作品に誰を登場させ何を語らせるかということに影響を与えうる人は脚本家のほか原作者プロデューサー監督といった人たちが考えられます「宇宙戦艦ヤマト」という作品には原作がありませんテレビシリーズの第1話では企画原案として西崎義信、 監督松本零士脚本藤川圭介演出石黒昇監修で山本栄一増田敏夫豊田有恒がそして最後にもう一度プロデューサーとして西崎由伸という順番でクレジットされています映画の「さらば宇宙戦艦ヤマト」では 企画原案制作総指揮として西崎由伸脚本増田敏夫藤川圭介、山本英明そして再び監督増田敏夫とクレジットされていますここでプロデューサー監督脚本の生まれた年を調べてみると興味深いデータが取れます。 増田以外の7人はほぼ全てが焼け跡世代ですさらば宇宙戦艦ヤマトで監督脚本を担当した増田敏夫だけがただ一人戦中派で他の7人は全て増田敏夫より7歳から13歳若いのですこれが何を意味しているか をご説説明明すする前にに世代についいいてて少し説明しておきたいと思います焼け跡世代というのはおおよそ昭和10年1935年から昭和21年1946年に生まれた世代で大東亜戦争中幼少期少年期であった世代のことです。 このすぐ前の世代が戦中派で大東亜戦争中に青春期を過ごした世代になります。視覚的にわかりやすく説明すると野坂昭之原作高畑勲監督の「蛍の墓」これ皆さんよくご存知のアニメですがここに出てくる兄と妹清太と節子のうち 妹の節子が終戦時4歳で焼け跡世代兄のセ生太が14歳で過労死で戦中派になります戦中派の中でも後ろの方若い方になります焼け跡世代と戦中派の大きな違いは焼け跡世代が兵隊としては取られなかった世代であるのに対し戦中派は 兵隊として戦争に参加しています焼け跡世代というのはひもじかった防空壕へ避難した疎開したということは経験して覚えていますしかしまだ幼く被災当時なぜこの戦争が起きたのか何が悪かったのだろうかそういう施策には至りません 一方その前の世代である戦中派は兵隊を同時代人として見ていますあるいは自分自身が兵隊として戦争に参加しています戦中派の増田敏夫は昭和20年1945年8月には17歳で同じ年に生まれた人たちが特攻で亡くなっています大和の水上特攻も技術空挺隊の特攻も そして敗戦も全て彼が17歳の時の出来事でしたこの時松本零士はわずか7歳にすぎません事実さらば宇宙戦艦ヤマトの中で初めて登場する斎藤一というキャラクターは増田敏夫の制作によるものです17歳の時に心に深く刻み込まれた ギエツ空の姿だったとと考えることができますさらに増田敏夫の仕事を遡ってたどっていくと1962年監督脚本の「ゼロ戦黒雲一家」という作品にさらば宇宙戦艦ヤマトとのはっきりした類似が見られます石原裕次郎主演のこの映画は 戦後の航空自衛隊の飛行訓練の場面を背景にこういうナレーションで始まります。全く素晴らしい平和な国土この美しさを永遠のものと守らなければならないあの人たちのために戦争で亡くなった数えきれない若い命のために皆いい人だった。 私は人間のの生きる道を教わったのださあ始めようその話をそしてクライマックスで21名の部下と1人の慰安婦を撤退させるシーンではさらば宇宙戦艦ヤマトから17名の乗組員を退官させる時と同じ「これから生きることは死ぬよりも難しいんだ」という古代が発したメッセージが含まれています。 この言葉の後主役と準主役の2人がゼロ戦で敵機の大変態に突っ込んでいくというシーンで終幕となりますこの作品は今アマゾンプライムで追加の料金を払わずに見ることができますそして前回お話ししたようにヤマトの後彼の仕事は中台達也主演の「 高地へとつながっていきますこうして見ていくと「さらば宇宙戦艦ヤマト愛の戦士たち」という作品は戦後33年たって大東亜戦争に参加した最も若い世代が現実に目撃し経験したことをもとにあの戦争がどういうものであったかを アニメという手段を通して戦後の世代に伝えたものと評することができます今日戦争を伝える多くの博物館の語り部には戦争を直接見た戦中派はほとんどいなくなりました戦中派は最も若い人でも九十歳に達しようとしているからです今後はもう直接の証言を聞くことができません しかし増田敏夫は脚本を通しまた監督作品という形で後世の人たちが時代の当事者にいつまでも直接触れることができる生の目撃証言を残したといえます。さらば宇宙戦艦「ヤマト」「愛の戦士たち」という作品は単なるエンタメではなく他の作品とは一線を画し 戦争を伝える博物館でも上映されるべき後世への特別な作品となっています。